2015年3月11日、現代人は常に急いでいるというイメージはないだろうか。遅刻しないために早歩きし、ファーストフード店では食事を大急ぎで書き込む。常に耳の横で早く、もっと早く、との呪文にかけられているようだ。人民網が伝えた。中国には人生腹八分、花は九分咲きが美しい、という言葉がある。つまり、何事も全力投球でするのではなく、少しの力を残しておいた方がいいということだ。この考えは、日本や台湾で流行している 0.8 ライフ学と共通する。心臓が 0.8 秒に1回鼓動するというのが、健康な体の状態。0.8 ライフ学というのは、生活のリズムの速い日本で提唱されている新理念で、全てを全力ではなく 80% の力でし、残りの 20% の力は融通を利かせたりするための余力として残しておけばよいという考えだ。その合言葉は、生活において頑張ることも必要だが、ゆとりはもっと必要。 0.8 ライフ学とは、食事、料理の際、油、塩などをいつもの8割にし、腹8分目にする。仕事、まず自分の仕事にポジティブな態度で臨まなければならない。また仕事にはきちんとした計画性が必要。そして仕事と休息のバランスをとり、随時頭をリラックスさせなければならない。休暇、休みの日になると大勢の友達と遊びに行くという人も多い。しかし思いっきり鬱憤を晴らすという方法は逆効果となることも多い。一番いいのは、友人数人とお茶を飲みながらおしゃべりを楽しんだり、ソファーに転んで読書をしたり、釣りに出かけたり、果物狩りに出かけたりすることだ。そのようにゆったりとした時間を過ごすことで、体や心をリラックスさせることこそ休暇の本来の意義である。愛、全力投球で配偶者や恋人を喜ばせようとする必要はない。自分のために2割の空間を残しておき、自分を好きになることを知らなければ、相手に愛されることはない。交際、他の人のための力を残しておき、何かあった時にそれを使えば、親切な人になれる。他の人を許すための余力を残しておけば、人間関係に悩むこともない。他の人のことを考える余力を常に残しておくのだ。他の人のために残している余力は、自分の活路ともなることを忘れてはならない。実際には、0.8 ライフ学の学術名はないものの、中国の健康教育専門家も、頻繁に、同ライフスタイルに言及している。完全主義者は、肺の病気にかかりやすい。肺の病気を患う人は、完全主義者である傾向にある。他の人に対しても、自分に対しても高い要求を持ち、中国医学でいう気の運動を全て完璧に物事を行うことに使ってしまうと、肺の病気にかかりやすいのだ。簡単に言うと、いろんなことを気にしすぎてはならないのだ。特に他の人が言うことを気にしすぎてはならない。自分の生活のことをはっきり理解しておかなければならない。心臓を模範として仕事を。心臓の重さは体重の 0.5% にも満たない。しかし血液を全身に送るという重責を担っている。心臓の役割は大きく、休むことも疲れることも知らずに働き続けていると考える人も多いかもしれない。しかし実際には心臓は賢く働いている。通常心拍数は1分間あたり70回で、心周期は 0.9 秒、うち収縮、仕事は 0.3 秒、弛緩、休息は 0.6 秒で行われる。つまり3分の2の時間を休息に当てているのだ。これは6時間制の仕事に相当する。このように心臓は仕事と休息のバランスを見事にとっている。しかし心臓を模範にした生活を送ることができている人はどれほどいるのだろうか。